やるとするか。ちなみに前回あの下に行って宝箱取ろうとしてそこ死んだ。だから俺上に行くわ。宝箱多分あれだろ、あのあれだと思うから、なんつうの、行き止まりだと思うから、そこでつってここも行き止まりじゃん。お、なんか同じとこ通じてね、同じとこに通じてない。まあいいや、その宝は取れというあれだろ。てれれれれよ、バカじゃねえのこいつ、見ろこの見た目を。ただもう気狂ってるだけだよ。ただもう気狂ってるだけ。おお、なんつうのね、死にかけている。おお、違う。なるほど、別ルート来てしまったようだな。これアポロン死んだかもしんない。アポロンは2に行ってしまったか。もう8って、これ頼むぜマジで、これ頼みますよ。でこいつ2回攻撃だ。俺でも2回攻撃起こせよ。2回攻撃だぞ。なんだその宝は。黒炭の灰。いらねえ、そんなものは。そんなもんいるかも。前置きの夢が全然役に立たないじゃないか。俺でもよこせ。回復をよこしやがれ。うわあ、くっそ、誰が。はあ。まあいいさ。この宝もらっていくぞ。なんだこれは。何もなかった？びっくりした。おいと、だて、うん、これは噂の、めちゃくちゃ高いやつ。120、おすげえこれ高いやつだよこれ。確か2万ぐらいした気がする。どっかの店で買おうとして。よし。来たぞ、これは。ほら、このおいつを盾使って逃げてる。これなんかないの、これなんか。敵をぶっ飛ばす。来い、来い。おおおお、来たぞ、これは。来たぞ。戦闘中のみか。よし、落ちよう。で、落ちたことによって、俺はどうなったのかさっぱりわからん。この後仲間に攻撃をさせて、その間俺も回復するという、そういう技ができる。これは来たんじゃねえのか？あ、これ来た、来たある、これは。これは強いぞ。勘弁してくれ。よし、楽しめ。いいぞ。やめんか。おい、どんだけ殺してんの。もうそもそも、まあ、待ってくれよ。まあそもそもですよ、上に行く発想ってのおかしいんだよ。やめろお前たちは。はあ、はあ、はあ、よし、ここじゃね。どこ、いや、え、ちょっと待って、俺の、だってさ、あいつは、なんつうの、なんか変なやつがなんか左側にいたんだよ。お、でもなんか違う、なんか見たことねえぞ。なにここ。間違えた、もう、やだ、もう。もう勘弁してくれ。よし、来た。よし。バカ野郎が。もう一発回復すればよかった、これだったら。また来たのか、お前たちは。よし、どんどん俺は回復するぞ。どんどん俺は回復するからな。貴様たちがどんだけ経験値を取ろうと思う。これレベル下がるのかな。よし、全回復、毒を食らうは全回復、最高最高。うせえこのグリフォン野郎が。2回攻撃すんじゃねえぞ。よし、あのポイズン野郎とつながあのなんか毒々しい野郎、あれだな、俺の友達だ。焼き鳥丼がどっか行きやがれ。ったくなんか変な奴がいるな。よーし、来たぞ。ここでも隠すんだ、俺は。勝手にやってくれ、お前は。よし。恐れおののけ。このとおハデスさんも死んでるした。クロノスの手先やん。知ったこっちゃねえ、もうクロノスのハデスなんかめちゃくちゃなことやりやがって。めちゃくちゃなことやりやがって、絶対許せないから。合ってんのこれ。
デビル・モーク、デビル・モーク、やめろ、それは一刻もやめるべきだ。よし、そういうことだ。こいつはやるぞ。もうこいつも腹立つからな、マジで。ちょっと50って50ってなんだよ。おお、なんかそれらしきとも来たぞ。よし、落ち着け、落ち着くんだ。強えな。逃げろ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 っつうの。好き放題なんか吸い尽くしやがって、この野郎。帰れ早く、お前たちは。俺は今大変なんだよ。やっぱ友達じゃねえこいつは。よしよし、それでいい、それでいいんだ。俺がやってる間にお前たちに逃げるの、それがお前たちの役目だ。おい、やめんか、ふざけんなこいつ。よし、サンダー、よし、それでいい。どんだけ経験値を強奪する気がするんだよ。よし、全部取り返すぞ、これで。よし、もう突き進むぞ、俺は。もうだらだら歩いてらんねえよ。一気に突き進んで、どっちだこれ。右か、右だ。うわー、くそ、あいつ誰だ、あいつ。俺、あいつに話しかけへんねん。あいつに俺の恨みっつうやつを何度もぶち壊さなきゃいけないんだ。絶対許さねえからな、ほんと。おい、もうこれなんかそれっぽくねえ、なんか。それらしきとこに。どけ、どけ、クソ野郎どもが。この毒のなんかこの、毒のこの、なんつうの、ピカンってのがなんつうの。ちょっと待って。おー。なんだここ。戦闘に入った時のようななんかエフェクトに見えて、ちょっともう一瞬ちょっとビクってなんだよ。来たんじゃねえか、これは。おい、来たんじゃねえのか、マジで。おい。誰だ、てめえは。偽派ですって。偽派です。わしはクロノス様に新たな力を授かり復活した。今頃お前に倒された恨みを晴らしてる。今こそ。死ねえ！お前たち誰で？偽派です。なんか、しょぼくれてんじゃないか。まだもいけんだろ、これ。おい。今、サナトスが就職した。はぁ？ふざけすぎだろ。まあでもこちらが先手取れるとかあれだな。それがまあいいところなのかもしんねえ。よし。仕切り直しだ。仕切り直しじゃねえんだ、おめえはよ。一回しろ、こいつ。何がサナトスだよ。サナトス、その効果あったのか。もう効果なかった。その効果はねえ。そんなもん、効果はねえ。絶対許さねえからな。かっけえした、いいぞ。ぶっ飛ばせ、かっけえした。おめえ、こんしろ、この野郎。ふれパウラじゃねえんだ、おめえ。俺の一撃をくれ。もう一発、そんなもん俺は食らない。もう一発。よし、ハゲジャピンが1って、なかなか手応えがあるじゃないか。フォフォフォ、なんでこいつ。クロノス様に授かったわしのほんとの力をお主に見せてやろう。かー、捕らえたら本物のはずも殺し、クロノス様の構図にしてやる。うわーい。まあ、一回落ち着け。45、よし。毎回炎か。まあ、なんかいけそうな感じがするな。よし。よし。あいつは回復しないと俺は望んでるぞ。一生炎生えてる、てめえは。一生炎生えてりゃいいんだよ。よし。いいぞ。ぶち込ます。たまに向こうが先手になるからな。まあ、そこだよな。そこだよ。だが俺は行くぞ。よし、ぶちかませ、ぶちかませ。オルクス、ホルクス、炎しか開かないじゃん、こいつ。よし、おお、だんだんちょっと弱くなってきたな。なんかおめえもちょっとな、多少はなんか本気出してくれ。おっ、あいつはちょっとついにもう息切れし始めちゃったぞ。息切れ万歳ゼロ。うらー、バカ野郎が。息切れが終わりに、グッ、バカ野郎が、ふざけんじゃねえの、この野郎。どんだけ俺がもう、おい、これどうすんの、これ。よし、バカ野郎、息切れ、クソ野郎、腐れ野郎に、鉄槌を食らしてやったぜ。もう帰ろう。もういいよ、殺してくれ。俺を殺せ。もう好きなだけ殺しやがれ。俺、これ何すればいいんだって。
あ、地下に幽閉されてるのに、このハデスを助けに行かなきゃ、これ。よーし。ずっと様やったらなんか、意外と生きてるね。天打つな。よーし、待て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 。天打つな。それはもらってくる。ドールはいらない奴はポポさん続く。投げの腕は、そのまま鉄の盾もいらないだろ、これ。じゃあまずこれを捨てる。ちょ、待て。落ち着け。落ち着くんだ。魔除けの腕は、よーし、これはもらってるぞ、俺が。もう知ったことじゃない、なんかあんなもん、のわけなかんでも宝だ。俺はとりあえずもうここで、一回出るからな。一回出て、何やってんだ、おめえは。誰だ、お前。わしが南のどっか書いてなくて、ついていこう。ほら、その方に加わった。マジ？調査見る。おー、ハデスが仲間になっちまったぞ。闇の兜と汚せ、全部。ダケブ、バズーマ、バズゼロ。まあ、いろいろやばそうだな。まあ、いろいろやばそうな匂いはするな。よし、お前らその力見せてみるか。85。まあまあ、やるじゃねえか。やるじゃねえか。俺はこの道具をどうにかしてくれ。無理ー。サファリパーク。よし、帰ろう。もう俺はもう命がけの戦いやったから。命がけの戦いを制した俺は。俺、ここに行ったところで回復できなくね？そういえば。まあ、いっか。ショートカットになるだろ。ん？あ、これ、あ、これがあんじゃん、俺。そうだ。いける。いける。どこに？ファインダーとネクスタイ。ゴッド。ハーデスがいねえじゃねえか。アポロ。双子の兄弟。そうか。そう、自分のことでも聞いてみるか、ちょっと。なんであれ勝手に飛ばされるんだ、なんか1万3000円。とんでもないもの見て、とんでもないもの見てしまった気がするわ。デメテル。恵みの神と呼ばれる。へぇ。てぇ、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 てぇ。アリス。戦いの神。気が荒く時折無茶な戦いをしています。そうだな。そうかもしんない。トリトン。海の神、ポツ、息子なんだ。へぇ。まさかの息子だったか。ヘルメス。旅の神。様々な助けできつくつらいタイムを楽にしてくれます。あ、そうか、ヘルメスがあれだったもんな。そういえば、セーブしてくれたからな。確か。ペルセポーネ。ハデスの花嫁。ハデスの嫁だったんだわ。なかなか面白いな。一瞬しか読めないけどな。ヘパイトス。風の神と呼ばれている。なるほど。バッカさんなんか酒って感じだよね。あ、そうだね。酒の神だよな。不思議な力があります。バッカスの酒ってあるんじゃない？ A4 とかにさ。アルテミス。カエルの神と呼ばれている。弓の腕は敵側から群がって忘れるとはまとんできる。強えよな。てー、てれてー。俺も傷だらけだ。どうにかしやがれ。